母なる、祖国像地図母なる、祖国像は、ロシア、ボルゴグラードのママ F の丘に、スターリングラード工房戦を記念して建てられた巨像。県の先端から、台座の天面まで85メートルあり、1967年の建造時は、世界一の巨像であった。女性像だけでも52メートルだが、県の長さは33メートルに及ぶ。ママ F の丘には、 200日に及んだスターリングラード攻防線を象徴する200段の階段が備え付けられている。7900トンのコンクリート成長国はセルビア系のロシア人彫刻家エブゲーニーヴ・ブ・ジェイ・チチが中心となって作り上げ、主要な構造設計はニコライ・ニキーチンによって行われた。巨像はボルゴグラード周期及び周章にデザインされている。 女性像のモデルとなったのは、地元女性、バレンティナイゾトバであり、1960年代初めに、記念碑群の作業に取り掛かっていたレフ・マイストリエンコによってスカウトされた。女性像の膨らんだ上着は、サモトラ家のニケ像の翼が参考にされたという説がある。ソ連軍元帥であったワシーリー・チュイコフや、 スターリングラード攻防戦で257人のナチスドイツ兵を狙撃し殺害したバシリザイ・ゼフラはこの地に埋葬されている。巨像の地下には近年地下水位の大幅な変動が見られ基礎を揺るがし巨像は急速に傾いてきているという。像の基礎はその重量だけで保持されているため将来的な崩壊が危惧されている。ありがとうございます。